最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃ、これガチのよっしゃ出ましたね、今。これからこれつけてお散歩行ってね。とんでもないプレイさせられるんじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。結婚添えだよカモンヌ。はい、ということで、ね、ヘーゲルプロのカヨちゃんでございます。おはようございます。おはようございます。めっちゃ逆のオーラがすごいですね、もう。はい、今つけてみた。痛いですよ、今日も。今回は、はるきくんとせいやさん。よっしゃー、私とマジで俺じゃなくてよかった迎えに行っていただいて、痛がきしていただくと。じゃあ、今日は気合入れて何でもやっちゃっていいから。もう脱がしちゃっていいよ。オッケー、オッケー。までいっちゃっていい。あ、ほんとに任せて、ほんとに。はい、ということで、早速やっていきましょう。はい、ということでやってまいりました、はい、イタキャクドッキリ。楽しみ。どうですか、イタキャクの体制としては、ハルキくんと制約は。どうすかね、やっぱり最近イタキャクだいぶ減ってきたんでね。確かに、歌舞伎町自体に。間違いない。ちょっとまだハルキとかはフル株ではないので、そんなにイタキャクを知らないから対処できないんじゃないかなとは思いますね。なるほど、うん、せいやさんの方は対処できる。あいつは多分、うまいことかわしてくれるんじゃないかなとは思ってますけど。一応、代表なのでね。期待ですね。期待ですね。いらっしゃいませ。本日はご来店ありがとうございます。一応ですね、こちら男版となっておりましてですね、写真紙面の方を決めていただきたいんですが、この人と、はい、わかりました。では少々お待ちください。はい、お願いします。どうもご一緒しておきます。お願いします。こんにちは、はじめまして、はるきって言います。よろしくお願いします。私は普通、あなたはいっぱい飲んでいいよ。私もじゃあ一緒に飲もう、いっぱい。あ、いたけど入りましたね。聞いた。すごい髪の毛長いね。本当長いよ、好き。うん、嫌い。嫌いか、じゃあ切ってくるよ。うん、どんぐらいの長さ。万発が好きだからさ。万発が好きなんだ、なるほどね。そうそう、切る切る。切る？切ってくれんの、うん、ここで美容師始めよ。ここで美容師始めよ。え、美容師やったことはない、ない、ない。ちょっと怖いな、それは。メイクしても。本当に、メイクも綺麗にセットしてくれるんだから。うん、いいよ。この後に私のリボンつけてあげるあたり。可愛いでしょ。あれ、いい感じじゃないですか。あれ、普通の接客。じゃ俺も代わりつけ。いや、そうね。いっぱい飲める人が好きだから。本当に。じゃあ頑張っちゃおう。え、少ないっては。うん、少ない少ない。最初はさ、勢いつけないとさ。いやマジか。酒の方が好きでしょ。大好き大好き大好き。でしょ。任せといて。飲める人が好きだもんね。そうだよ。飲みます、ありがとう。イエーイ。全然飲んでないじゃん。美味しい。全然飲んでないじゃん。飲む飲む。飲んだらご褒美が待ってる。おお、マジで本当に示してくれる？うん。それは分かんないか。それは分かんないか。飲んだら一発芸ができます。一発芸ができます。はい、やっていいの？やっていい。おお、そうなんだ。ここでアピールできたら、そう、示してくれるかもしれないですね。そうそうそう。はい、一発芸やります。俺の自信の一発芸います。はい。シュシュポポ、シュシュポポ、痴漢したと。え、犯罪だよね。いや、触ってないよ。触ってないから。え、犯罪だよね。触ってないから。それはそう。それはそう。私さ、お家遠いんだよね。あ、そうなんだ。帰れないんだよ。どの辺に住んでるの？千葉。千葉？千葉だったらでもまだ別に。うん、でも今日最後までだってずっと一緒にいるもん。え、最後までいてくれるの？あ、だから今、髪の毛してもらって大丈夫？うん、髪の毛切ってない。ダメだよ。あ、でもそうだ、そうだ。でも、そうだ。だからさ、今日一緒にさ、オッケーで行こう。一緒にいようってことは、今日は締めてるよってこと。でも、毛がまだ長い。毛がまだ長い。毛は次来てくれる時までにじゃあ切ってみる。じゃあ、地名も次だね。じゃあ、ホテルも次だね。え、やだ。あー、じゃない、やだじゃない。ちなみになんですけど、せいやが前、指名もらってた人がいて、ヒゲ嫌いだから剃ってってこんな感じで言われてて、その営業中に剃ってたんですけど、すごい、すごい、嫌いでした。え、いいよ、一緒に、また一からスタート。今日から出会いからだから。いや、じゃあ俺も切りたいんだよ。俺も一緒に育てたい。何を？私は大丈夫。おー、大丈夫じゃないよ。育てようよ。私は大丈夫。じゃあ、二人で育てるってなんかすごい素敵な。ちょっとなんかまたさ、よし、頭おかしくなってきた。ちょっとやだ。ほら、あ、気持ちいい。ほら、お母さんお願いします。シェーバーとか言った。あ、ちょっと弱いちょっと。ありがとう、おかげさまで行けたよ。ありがとう、お疲れ様でした。ありがとう、じゃあまたね。うまいこと対処してましたね。いや、めちゃめちゃ良かったと思います。なんかこの感じが良かったなと思います。さあ次ですよ、問題は。うちの代表ですからね、いいとこ見せてもらわないと。単発の時点はもうクリアしてる。そうですよ。どうする、これでロン毛が好きって言ったら。もう尻滅裂。じゃあ好きですか、行きましょう。はい、は
背高い。背高い。せいやくんさん、お願いします。せいや。よろしく、せいや。一緒に飲もう。いいよ、うん。ありがとう。私と飲むときはね、私がまず。ああ、なるほどね。お得意の。ちょうだい。ちょうだい、ちょうだい。俺行く、俺行く、俺行っちゃう。いいよ、俺行っちゃう。もう行っちゃう、行っちゃう。いいね。あ、行くよ、俺。いいね、いいね。もう行く、行く。もう安定ですね。これはこれで返すね。そうですね、こう来たらこうですね。いただき。はい、イエーイ。うん、おいしい。うんうん、うまい。お、飲めるんだ。めちゃくちゃ、もう肝臓に自信ある、一番。血も高いし。強そうでしょ。うん、強そう。単発だし。あ、ほんと、単発好きなの。単発好き。あー、嬉しいわ、うん、さっきはちょっと長かったもん。あ、そう、長かった。ちょっとあの毛がね、邪魔だったわ。長かった。アキの薬ちょっと入れたら今。あ、よくないな。いいから出してそうだね。ほんと、まあまあまあ、自信はあるけど、ほんと、お腹ちょっとブレブレ。見せてよ、見せてよ、見せてよ、見せてよ。急に。あ、じゃあなんかゲームしよう。じゃあ野球ゲームしよう。もろや。いいっすよ、ホストクラブ絶対やっちゃいけないゲームランキング。ベスト3には入ってきますけどね。なんで野球ちゃんの歌みたいな、変なの分かんないから歌って。野球するなら。え、なにそれ、それ本当。いや、わからん、なんかこんな感じ。いや、知らん。するなら。ちょっとめんどくさいわ。早いって、早いって。ちょっとめんどくさかった。早いって。やばいよ。決まったよ、私。普通のじゃんけんしよう。あ、オッケーオッケー。え、その代わり脱げる、負けたら。もちろん。マジ？もちろん。やろやろやろ。やろやろ。やろ。はい。最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃ。これガチのよっしゃ出ましたね、今。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、よっしゃ。はい。じゃあ俺ピアさんしよう。え、ないねよ、ないね。いきなり、チョップ。え、あれ意外となんか割れてないよ。あれ。じゃあベルトだ。じゃあベルトだ。手錠だ。新しいプレー。なんか始まろうとしてますね。これはダメだよ。あれね、なんか倒れてるみたいな。ワンちゃん、あの、勝ってよ、じゃあ。買うの？いいよ、じゃあ。勝って、勝って、勝って。ご飯の時間です。いいよ、勝って。水飲みましょう。はい。ご飯の時間来ちゃいましたね。定期的に。これもさ、首の方がいいんじゃん。あ、首にする？確かに。なんか、もうね、俺首いくわ。こっちの方がいいな。あ、オッケーオッケー。こっちの方がさ、なんかカップがあるでしょ。これどうしたの？自分から。なんか目覚めたかもしれないですね。一回リボンつけな。じゃあ、つけてあげようか。これに？ここでいいか。はいはいはい。てかもうさ、こんなんするんだったら指名してよ。無理だろ、俺もう他の席行けないの。あ、そうなの。私だけで、いいね、特別特別。特別になってあげるからさ。うん、じゃあどこホテル行く、今日。このまま連れてったら。俺とんでもないプレイさせられるんじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、楽しそう。そうだね。今後のあれによるわ、飲み直しとか、うんうんうん、指名で。はい、いつも賭けなんだけどさ、あんまお金持ち歩かないから。いや、でもある時にいつでもやってあげるし。あ、ほんとに。あ、今日もじゃあホテル行ける。いや、今日はさ、違う席でさ、うん、じゃあ、それより、それより、あ、それより使ったら、それはもう、示しもつくし、いいけど、うん、でも、かけでしょ、かけやめとこう。やめとくの。じゃあ、やけんけんする。もう二択ですね。かけさせられて問われるか、今脱いで逃れるかですね。先生どうぞ。マジでいけるんだね。大丈夫？いけるよ、いけるよ、いける。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、行こうでしょ。よし、私のリボンをもう一個あげよう。あれ、リボンなくなってるじゃん。え、そうでしょ、ほんと。私があげたリボンどこやったの。ほんと、俺ここにしかおらんかった。捨てたな。ここにあった、ここにあった、ここにあった。え、捨てた。私のリボン捨てたい。落ちちゃった。誰だよ、お前の。ないじゃん、ない。死ぬって。ない、もうない。受けろって言われちゃった。知らないよ。なんでさ、なんで私のさ、リボン。違う違う違う。ごめんや、ごめんや。ごめん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 。待って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 。帰り帰り帰り。待って待って、ごめん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 。ごめん。逃げましたよ。逃げました。ボロボロや、こいつ。あれれ。ちょっとまだシラフだったか。本日はご来店ありがとうございます。はい、一応ですね、もうお時間の方なので、送り締めの方を決めていただきたいんですけど。はい、じゃあ送りは。せいやで。うん。了解です。じゃあ今呼んでくるんで、少々お待ちください。はい。え、いいの？ありがとう。あ、来た来た。ありがとう、ありがとう、ありがとう。あれ？私が、あれ？取った。なんで通るの？まあでも、今私が呼んだから、これからこれつけてお散歩行くね。本当に怖い怖い怖い。聞いた？聞いた？怖いっすね。聞いた？じゃあ、はい、お散歩行くから。え、何？帰るの？もう帰る。なんで？え、延長じゃないの？延長しようかなと思ったけど、もうないし、酒。帰る帰る、お散歩お散歩。竹山ちゃん、俺こんなん見せれんで、一人。大丈夫だよ、私しか見てないから大丈夫。結構、大丈夫。え、お散歩行くんだから、ワンちゃんリードないとダメじゃん。はい、行くよ。え、ちょ、え、はいはいはい。これさ、大丈夫？はい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 。めちゃくちゃ恥ずいんだけど。行きますか、僕らも。竹山お散歩したい。
掃除そうよでしょうね掃除よお散歩やろお散歩って一緒に行こうえ、これ全部見られたってことそうですめちゃくちゃ恥ずいそうですやめて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 そうですそれでバリアに行ってこいよ俺ちょっと他のお客さんに怒られたからあれに向けましたあれに向けましたあれに向けましたでも激イタ初回激イタ送りじゃなくてよかったと思ったよしゃべっちゃうあ、俺でも強かったなと思ったマジでまずいけどこの惨めな姿、何これどの辺が痛かったんですかいや、本当に何でも氷ずっと投げられてる俺も俺も後輩の教育ブレるって俺あれ好きなんだよチカチカトーマスあれマジで恥ずかしいよ一発芸やってやってやってめっちゃ気になるシュシュポポー痴漢者トーマスはい、ということでね、ドッキリ大成功いや、これはもう成功です大成功はい、じゃあお二人はね、リタ野球の時はこんな感じだと違うって、これはレベルすごいなはい、今回ありがとうございましたファーストおばさんの他の動画もぜひ見てくださいそれじゃあまた見てね、バイバーイさよなら